抗議活動の際、マスクなどで顔を隠すことを禁止するルールが今月5日に施行され、9日までにすでに77人の市民が逮捕されている香港。高校生だろうが、女性だろうが、香港警察はお構いなし。すべての中学や高校に対し、生徒が学校でマスクを着用したり、授業をボイコットしたりした場合には、その人数までを報告するよう細かい指示を出すなど、当局による締め付けも日に日に強まっています。そんな香港で、今、まるでウイグルで行われている再教育施設のような建物の建設計画が進んでいる。そんな情報が台湾から入ってきました。こんにちは。世界のカラバンのエドワードです。このニュースを報じたのは台湾の自由時報。三遊系林ホールディングセンターという中国深圳とわずか 1.5km ほどしか離れていない歩いても行けるほどの国境近く、香港の深海と深圳の合流地点にあるセンターで、警察のトップはこのセンターを無効にすると決定したらしいんです。香港市民社会組織の情報によると、香港政府はこの19ヘクタールの土地に総合テロ対策警察訓練施設集中地帯という名の新施設の建設を予定。そのために割り当てた予算はなんと19億香港ドル、日本円にして約260億円にもなる巨大なマネーだというんです。その概要はパトカー運転訓練場、テストトラック、大規模射撃場、ヘリパッド、銃器施設訓練、多層訓練施設および警察訓練施設などなど。香港政府はこれらの施設はテロ対策およびその他の専門作戦に特化した高度な戦術訓練施設であると回答したものの、調査グループは実際香港にはビンラディンはいない、したがっていわゆる反テロ行動訓練は明らかに一般市民向けのデモと公共活動に対するために使われるものだと反論。ウイグルで行われている再教育キャンプ施設のようなものだと指摘しているんです。いやー、でもさすがにあの狭い香港でそんなもの本当に作るのかと疑問を抱いたのですが、香港政府は生徒たちが手をつないで香港政府などへの抗議の意思を示す人間の鎖に参加したり、スローガンを叫んだりする行為を報告の対象にしているんです。政府は適切な支援を行うためのもので、個人情報を収集する目的はないと言ってるものの、学校で勉強している生徒にまでマスクを禁止させるのには何の意味があるのでしょうか。そして風邪をひいている生徒たちはどうするんでしょうかね。香港の教師たちで作る組合は声明を出し、マスクを禁止する規則は教育現場で適用されるべきものではなく、学校側は圧力を感じていると求めていますが、おそらく無駄に終わるでしょう。まだ10代の若い子たちにとって今回の規則は恐怖以外の何者でもありません。こうやって今のうちから政府に逆らえないよう恐怖を植え付けていくのです。こういった一連の流れを見ていると、台湾が報じた再教育施設建設はあながち嘘ではないのかもしれません。今日の香港、明日の台湾、明後日の沖縄、沖縄の皆さん、今香港で起きていることをよーく見ててくださいね。そして今の沖縄県政は中国べったりになっているという現実も。以上、最後までご視聴ありがとうございました。